俺も髪洗っていいか。二人で洗うにはちょっと狭いけど。あ、うん、どうぞ。どうだ、髪短いの。え？短くなってから初めての風呂だろ。ああ、うん。まだ慣れねえ感じ。そっか。あのさ、公爵。うん。髪終わったら体洗うだろう。先に背中流すよ。背中？俺の？うん。なんかまずいか？いや、そうじゃねえよ。それじゃあ、頼む。公爵。すまねえ、何でもない。続けてくれ。
アオバ。アオバ、どうした？おい、アオバ。公爵、好きだよ。ここにも。アオバ。
まだ体洗ってないだろ。の洗ってやるよ。え、コウジャ君、今の。ん、ちょっと待てよ。こいつを止めてからっと。コウジャ君、お前、ちょっとな。ん？どうした、青葉？うわっ！コウジャク！洗ってるだけだって。せっかく湯張ったんだしよ。湯船の中入るか。うん、了解。え、いいから座れ。いや、でも。大丈夫だから。やっと落ち着いてきた。さっきお前、体中が真っ赤だったな。たく、倒れる寸前だったっつの。だ、俺だけのせいじゃねえぞ。なんで？風呂入ってきていいって言ったの、お前だろ。で、でもまあ、全身真っ赤な青葉ってのも、あ、お前は良くても、俺は大変なの。いや、ほんと、思い出すだけで。言ってるか。コウジャク？ん？ああ。どうした？いや、ちょっと、思い出しついでにいろいろ考えててよ。自分じゃ平気なつもりでも、心ってのは案外弱いもんだよな。あ。さっき、お前が俺の背中を触った時によ、もう何ともないと思ってたのに、その時、
お前にはこの入れ墨に触れさせたくねえって思ったんだ。なんつうか、この入れ墨に触ったらお前が汚れちまうんじゃねえかって思ったよ。汚れる？お前にまで俺の罪をかぶせちまうような、そんな気がしちまってな。そんなわけねえって、全部もう終わったことなんだって頭では分かってるんだけどよ、やっぱいきなり帳消しってわけにはいかねえな。今でも気抜くとまだ夢に見るしよ、昔のことや劉邦のことも。俺はあいつをこの手で殺すことが宿願だと思っていたし、実際にそうだった。あいつは俺に殺されたがってた。そう考えると悔しいよな。それでもあの場じゃ他にどうしようもなかった。だからといってどんな理由があろうと、あいつがどんだけ悪人だったとしても、俺そういういろんなもんがこの背中にはのしかかってる。事実としてそうなんだ。だからお前には触れてほしくないって思った。だがそんな風に思ったくせによ、お前が入れ墨や傷跡に触れた時、俺は本気で跳ねのけることができなかった。いや、できなかったんじゃねえ、やらなかった。跳ねのけたくねえって思った。それはやっぱり心のどこかでお前に触ってほしいって思ってたからなんだろうな。俺のこの入れ墨に。青葉、前に言ったろ、お前がどんな罪や宿命を背負ったとしても、俺の知ってる公爵って人間は何も変わらないって。昔のことは無理に忘れようとしなくていいし、平気なふりする必要もないと思うけど、そうやってお前が今もあいつのことを考えたりしてると、ますますあいつを喜ばせちまうんじゃねえかなって。あんなやつ今さら喜ばせたくねえだろ。それに俺はさ、お前がやったことを悪いとか悪くないとか、それは俺が決めることじゃねえし、言う権利もないから。でも俺はずっとお前の味方だし、辛い時はそばにいたいし、そのありがとな、こうしてお前の過去に触れさせてくれて。お前がどんな罪や宿命を背負ったとしても、俺の知ってる公爵って人間は昔のことは無理に忘れようとしなくていいし、平気なふりする必要もないと思う。そうやってお前が今もあいつのことを考えたりしてると、ますますあいつを喜ばせちまうんじゃねえかなって。あんなやつ今さら喜ばせたくねえだろ。それに俺はさ、お前がやったことを悪いとか悪くないとか、そういうことは言わない。それは俺が決めることじゃねえし、言う権利もないから。でも
俺はずっとお前の味方だし、辛い時はそばにいたいし、そのありがとう。こうしてお前の過去に触れさせてくれて、礼を言うのは俺の方だ。お前がいてくれてよかった。風は青くて丸くて、僕の髪を撫でる。君の手みたいにほら、優しく。